黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。ちなみにカブトムシがクワガタがなぜ完全変態を選んだのかいう話なんですけど、はい、どうもこんにちはです。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。皆さんどうお過ごしでしょうか。今日はですね、休日でしたね。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークっていう感じはしないですけどね。黒猫家のみんなもですね、全然外に出ておりません。まあ、今日はね、僕仕事職場に行ってですね、ちょっとまあいろいろしてきたんですけど、それ以外はね、ずっと家にいてテレワークやってました。さて、先日ですね、パラワン大平田クワガタが、ちょっと餌交換失敗してしまって、小さいボトルの方でね、溶化してしまったっていうね、動画を上げたと思います。確か2日前の動画だったかなと。で、一応ですね、上手に掘り出して人工養殖の方に移動はしたんですよ。移動はしたんです。そしてですね、幼虫からサナギに変わる瞬間、これをね、なんとかですね、撮影してですね、こう変化をこうね、ずっとね、見てみようかなとね、早送りで思ってたんですよ。ところがですよ、ところが、すごいことになりました。はい、これがね、パラワンくんが入っている容器なんです。ちなみにね、掘り出した時はね、こんな状態で入れてました。画像出ますかね。こんな感じです。こんな感じなんですよ。そしてですね、まあ1日は経ったかな。で、そろそろ動画撮影の準備しないとなと思って見たところですよ、こうなってたわけです。ちょっと上の方からね、見てみましょう。皆さんいいですか？こんな感じでございます。はい、見事にサナギになっております。撮影する前にね、サナギになっちゃった。まあしょうがないですね。こういうこともあろうかなと思いますが、とりあえず開けてみましょうね。いや、しかし綺麗にサナギになりましたね。あ、動いてる、動いてますね。よ、ごめんちゃい、ちょっとごめんちゃいね。あれ、蓋が開かない。よし、開いた。はい、こんな感じです。どうすか、この綺麗なお体ね、ツルツルじゃないですか。すごい綺麗ですね。いやー、見事でございます。割とでかいんじゃないかなね。え、10センチいけばいいけど。そしてね、まだサナギになったばっかりなんで、すごい綺麗な色してるんですけど、幼虫はですよ、このさっきの写真もう一回出ますかね。これですよ、この状態、全容って言うんですけどね、この状態からすぐですね、この状態に変わっちゃうっていうね、これが不思議だよねと。これがいわゆる完全変態ってやつですね。まあいつも言ってるんですけど、どうせ変態ならね、中途半端な変態よりね、完全な変態の方がいいんじゃないかなと僕は思うわけですが、で、これ皮脱いじゃってるんですよね。この皮取りましょう。はい、この頭の部分とかすごくないかね。これいずれ邪魔になるんで取った方がね。ちょっと、じっとしてくれますか？ごめん、取ります。よし、よし、取った。ああ、焦ったね。動いてるね。その動き面白い。これ、右回りとか左回りとか、ね。今はですよ、こう、左回って言ったらいいんですか？こう回してますよね。こうは回さないのかな？ちょっと気になるところなんですけど、多分、聞き回し方とかあると思うんですよね。人間も
利き足とか利き手とかね、振り向く方、ありますからね。振り返る方も大概いつも一緒ですよね。後ろから呼ばれてどっち向くかの時に、僕なんかは右から後ろに向きます。うん。そんなんがあるかもしれないですけどね。こいつが幼虫の皮ですね。頭残ってます。ほら。いやーすごい。あ、触覚が残ってる。いや、すげえですね、これはね。触覚残ってます。ほら。わかりますこれ。ほら、触覚。ね、頭割れちゃったんですね、バカって。で、これ幼虫が服を脱ぐようにね、皮を脱いだんですよね。うん。で、この皮がこう、ビヨーンとこうね、なるのかっていう話なんですけど、ビヨーンとば、伸びるっちゃ伸びるんですよね。いやーすごいですね。足もちゃんと生えてますからね。これが幼虫の皮っていうことでね。まあ、なかなかですね、でかい幼虫の皮ね、迫力ありますよ。はい、いうことでね、こちらの方もね、もう抜け殻でございます。すごい変化だよね、ほんと。ちなみに僕はね、学者じゃないんで、まあめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、昆虫はですね、無変態っていうやつね、無変態っていうのは変態じゃないってことですね。黒猫みたいな人のことを言うんでしょうかね。うん。無変態って言ってですね、まあそんなに幼虫からですね、変わっていかないやつがいると。それからですね、不完全変態っていうやつがあるんですよね。不完全な変態です。不完全な変態ということで、まあ中途半端な変態と言えばいいんだろうか。これはですね、ある程度成虫とですね、幼虫が似てるやつですよね。確か。うん。で、完全変態っていうのはですね、カブトムシやクワガタみたいにですね、幼虫、イモムシちゃんからですね、これサナギになってですね、サナギから成虫に変わるっていうね、サナギと成虫と幼虫って全然違うじゃないですか。全く違うものになっちゃうっていう、これが完全変態なんですね。はい。まあ、黒猫はね、無変態でございますが、ね、こんな感じですよ。完全変態。ねえ。まあ、生き物っていうのは不思議ですよね。本当に。完全な変態がいたりね。不完全な変態がいたりね。変態じゃない奴がいたりするわけですからね。ちなみに、そんなに体がね、変身してしまうということはですね、それなりのリスクをやっぱ伴うわけですよね。例えばこれ。これはね、ババオオオモニクワガタの、サナギなんですけど、サナギになって、お亡くなりですね。うん。ババもそんなにサナギで死にはしないんですけど、まあ稀にやっぱこういうことが起きます。まあすごく悲しいんですけどね。一応まあサナギつながりでちょっとね、見てもらおうかなと思います。ライト当てます。いきますよ。ライトスイッチオン。はい、こんな感じですね。真っ黒結界になっちゃうパターン。これはもうね、お亡くなりです。もう動かないですね。うん。まあ、ということで、かなりのリスクは、負ってるんですよね。この子はまあ、さなぎになるときに何かが起きてしまったのかな、というふうに思います。ここまで成長してね、やっとね、サナギになってあとは羽化するだけだったんですけど、まあサナギになるっていうのもやっぱりリスクであるし、羽化する時もね、まあそれなりのリスクを伴うわけですよね。やっぱり羊化不全とか羽化不全とかね、ありますからね。羊化不全っていうのはサナギになる時になる失敗ですよね。で、羽化不全は羽化する時に失敗するやつです。まあそういうことでね、完全変態の昆虫っていうのはやっぱそれなりにリスクを背負ってるんですよね。
ちなみにカブトムシが、クワガタがなぜ完全変態を選んだのかという話なんですけど、クロネオクオなりに考えてみました。まず卵っていうのはですね、すごく小さくて弱くて、簡単に食べれますので、その食べられるリスクを極限まで減らそうと思ったら、やっぱ地面の中とか木の中とかだったのかなと思いますね。そしてですね、まあ外敵に狙われるリスクが少ないところで孵化して幼虫になると。幼虫はですよ、最初はちっちゃいわけですよ。で、どんどん体を大きくしなきゃいけないので、ということはですね、硬い体ではダメなんですよね。こういう硬い体では大きくなりませんから、うん。なので、まあ、ある程度柔らかい体で、地面の中でね、狙われにくい地面の中でどんどん大きくなってね、外に出るような大きさまで成長するんじゃないかなと。うん。まあ、あの幼虫がですよ、地面の上歩いてたら、そりゃ栄養ですからね。そりゃパクパク食べられますよね、いろんなやつにね。そして、いよいよ外に出れるぐらいの大きさになった時に、いきなり幼虫からこの成虫っていうのは、ちょっとまあ、段階が難しいんでね、一旦サナギという形になってからこれに変わると。で、まあ、外は危険がいっぱいですから、やっぱこう、硬い鎧をね、装着しないと。なんでこういう状態なんですよ。うん。そして、なんで外に出るかっていう話なんですけど、やっぱ繁殖じゃないですかね。うん。繁殖をするためにはですね、土の中であの状態で繁殖ってなかなか難しいので、外に出てですね、強い体を持ったね、オスとメスが出会って、そして、受精してですね。で、メスの方はまた土の中に潜っていったりとかして、中で卵を産むわけですよ。やっぱこう繁殖に適した状態ね、外で生き抜いていくためにね、こういう体を作ったんじゃないかなと思います。はい。そう考えるとね、割と理にかなってるなというね、気はすごくしますね。はい、まあ今日はね、たくさん喋っちゃいましたが、最後にちょっと大きさをね、ある程度見てから、終わろうかなと思います。まず顎の長さなんですが、こんなもんかな、こんなもんかな。はい、顎が3センチ。頭がですね、こんなもんですかね。こんなもんだな。頭が、まあ、だいたい2センチ。そして体が、ここからこの辺まで行くのかな。はい、こんなもん、もうちょっとかな？これぐらいだ、これぐらいだと思うんですけどね。はい。4センチ半か。ということは、3センチ足す 4.5 で 7.5。それに2センチで 9.、おー、10センチないかな、ぐらいかな。そんな感じでございます。まあちょっとわかんないですけどね、でも9センチは超えてくるんじゃないかな。まあまあいい感じやと思います。はい。今日はね、すごく喋っちゃいましたがね、これで終わりたいなと思います。黒猫チャンネルの黒猫でした。またよかったらね、ご意見と聞かせてください。はい。じゃあね、バイバーイ。